沖縄本島の南西約700キロ、九州とほぼ同じ大きさの美しい島、それこそが台湾。この島には富士山に肩を並べるほどの高い山や、どこまでも青いサンゴ礁の海があります。そして豊かな大自然にあふれているだけではなく、さまざまな民族によるおいしい食べ物や独特の文化に満ちています。皆さんは台湾についてさらに知りたいと思いませんか？今から一緒にこの島の素晴らしさを探求してみましょう。台湾旅手帳をご覧の皆様、こんにちは。台湾に住んで20数年、台湾現地でツアーガイドの仕事をしている佐藤仁です。この番組台湾旅手帳ではナビゲーターを務めさせていただいています。過去2回にわたり中央山脈の北部地域と中部地域を見てきましたが、今回は中央山脈の完結編、南部地域の風景です。標高3000メートル以上の山を268座も有する世界有数の高山国台湾。その中でも181座の3000メートル級の山々、そして69座もの台湾100名山を有する中央山脈は、台湾最大の山脈であると同時に、北から南までそれぞれ独特の風景や文化や歴史を持つ場所です。今回はその南部地域ということで、高雄市および平東県エリアを見ていきたいと思います。標高3000メートルを超える山々が注目されがちな中央山脈ですが、その南部に数多く点在するルカイ族やパイワン族の人々が暮らす集落、そして台湾最南端の高春半島にも見どころはたくさんあります。またこれらの地域の人々の暮らしに日本も大きく関わっているのです。ただ高い山を眺めるだけではなく、そのような土地に関わる歴史にも目を向けるとき、台湾をより一層知ることができるので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速これらの土地を見てみましょう。台湾は世界で一番高い山々の密度が高い島です。そして標高3092メートルの北大武山は中央山脈最南端に位置する百名山です。この山は登山家たちの間では玉山、雪山、シューコラン山、南湖大山と並び五岳と称されています。またこの山は平東県大武郷、摩訶郷、台東県金峰郷の境界点ともなっています。この山が登山家たちに愛される理由としては、海のように広がる雲や天気がいい時には太平洋や台湾海峡を望めることが挙げられます。そしてパイワン族の人々の祖先の霊が帰ると信じられていることから、聖なる山とも呼ばれています。標高が上がっていくにつれ、気候も熱帯気候から亜熱帯気候、温帯気候、そして寒帯気候にまで変化していき、それはこの場所の生態系が極めて豊富であることを表しています。そのため政府はこの場所を大武山自然保護区、そして早期湖野生動物重要生息地に指定しています。この場所はかつては高砂ヒョウとも呼ばれる台湾トラの故郷でした。今回の中央山脈南部地域の風景では、中央山脈の南地域、南部王冠航路から伽藍陂までの高い山々の風景を紹介します。中央山脈の南部地域は3000メートル級の山々は中部地域に比べて多くはありません。とはいえ、最高峰の3666メートルの寒山をはじめ、
3293m の避難主山および松寒山、灰の頓南山、北大武山などの名山が中央山脈南部地域にそびえており、これらはすべて標高 3000m を超えています。この地域で有名な景勝地としては、森林国立風景区内の戸名温泉、龍頭山、蛇頭山などの寒流丘陵があります。またパイワン族の人々にとって重要な場所である山地門舞台も中央山脈南部地域の主要な観光地です。中央山脈の平等圏域内の最高峰は北大武山で、台東圏の避難主山は台湾東部の最高峰です。このことは中央山脈の南部地域にも高い山々は少なくないことを表しています。今回は森林国立風景区をこの中央山脈を空から眺める最初の場所にしましょう。先住民族の人々が多く暮らす森林国立風景区は高雄市と平等圏の県境に位置しています。この場所は中央山脈の南端西側の山麓に位置しており、老農系、濁行系、愛良系が域内を流れることによって独特な寒流丘陵を作り上げています。そしてルカイ族の人々の伝統文化がこの地域の豊かな自然の風景と先住民族の文化を融合させています。森林国立風景区内には森林区のトルドゥカン、オポノオ、トナとも呼ばれる小型版の3つの集落があり、それらはすべてルカイ族の人々の集落です。風景区内の見どころとしては、恋人の谷という意味の常人国、森林国の蘭水湖、山奥の静かな谷を意味する友情国、美しの谷、龍頭山、鷹の峡谷、戸名温泉、荒神峡谷などがあります。オポノー集落と戸名集落の間に位置する龍頭山は森林風景区で最も人気があるスポットです。この場所は寒流丘陵で、三方向を高い山々に囲まれ、東南方向には濁行系が流れています。渓流は V 字型に曲がりくねっています。そして山の稜線が龍の背中のように見え、遠くから見るとその地形が小さい丘まで続いているのです。龍が宝石の玉を吐き出しているように見えるので、龍都主という名前が付けられています。中央山脈の南部地域も中部地域同様、非常に険しい標高3000m級の山々が連なる場所です。そして中央山脈南部地域を東西に横断しているのが南部横貫航路です。この道路は2009年の台風モーラコットで一部不通の部分があるものの、沿線には杉やヒノキなどの巨木が原始のままの姿で林立しており、高山ならではの風景を楽しむことができます。またこの地には先住民族のブヌン族、ルカイ族、パイワン族、サーロア族、カナカナ部族などの人々が暮らしています。中央山脈南部地域を語るときは先住民族を外すことはできませんし、また日本統治時代の離反政策による先住民族と日本軍の間で繰り広げられた戦いの歴史も避けて通ることはできません。
日本統治時代の前、台湾がまだ清王朝の一部であった頃も、新政府による先住民族政策はありましたが、これは主に漢人と先住民族との間で衝突が起きないようにする消極的なものでした。しかし、日本統治時代に台湾総督府は台湾の山々にある資源に目をつけ、これらの土地を利用しようとしていたため、古来よりこの地に暮らす先住民族に対し威嚇を行い、批准を迫ったのです。そのような政策の中で、台湾総督府は山々に多くの道路を切り開き、先住民族の集落に迫って行きました。現在南部王冠航路となっている道の一部は、日本統治時代は関山越え警備道路という先住民族の人々を監視するために作られた道路に沿って建設されています。このような道路はいくつかあるのですが、地名もなかった山奥の道路を切り開く際には日本風の地名をつけて行きました。そのうちの一つが高雄市森林区の六基警備道です。この道は約 50km に及ぶ山道で、先住民族の歓声のほか、台湾総督府の重要な財源となっていた小農の採取に従事する人々を先住民族の襲撃から守る目的も持っていました。そのため合計54箇所の駐在所が設けられていたのですが、もともと集落のない無人の地に設けられていたため、駐在所の名前は日本の東海道53次から取られているんです。この道路の北端、ガニ集落の向かいは日本橋と名付けられ、六基地区にある南端の終点は大津と名付けられました。そして興味深いことに、現在でもその中の一部の地名は山の名前としてそのまま使われているんです。例えば標高1335メートルの小田原山は、東海道で9番目の宿場町、神奈川県小田原市の小田原宿から取られており、1565メートルの藤枝山は22番目の宿場町、静岡県藤枝市の藤枝宿、1316メートルの吉田山は愛知県豊橋市の吉田宿、1411メートルの鳴海山は名古屋市の鳴海宿といった感じです。これらはすべて現在でも台湾の地図に記載されており、読み方こそ中国語になっていますが、まさしく歴史を物語るものとなっています。そしてこの古道はすでに遺棄されて久しいのですが、登山やハイキングの愛好家の間ではそこそこ知られており、山歩きの散策コースとなっています。またいくつかの文中所や家屋の土台となっていた石垣などを現在でも確認することができるんです。オポノー集落近くにある美しの谷という意味の美賀国は、モリン国立風景区内でも比較的訪れやすい滝が連なる場所です。1年を通して十分な水量があり、歩道は広くなだらかで、駐車場から10分ほどで到着できるのです。途中の竹林橋の下の断崖は水の浸食により S 字型の曲線を描いており、雨季には水の流れが湾曲して上から下に流れ、橋の先で美賀系に流れ込みます。橋の両側には浸食地形が見られますが、残念ながら遠くからしか眺めることはできません。トナ集落の石板家屋はモリン風景区内で最も特徴的なものとなっています。トナはルカイ族の人々が暮らす集落で、辺りでは粘板岩が産出するため、住民の人々はそのスレートを切り出して家を建てているのです。石板で作られた家は雨風を防いでくれるほか、涼しく耐久性にも優れているため、ルカイ族の人々は石板を建材としており、これはトナ集落の文化を伝える特色となっています。トナ集落の下の方にあるトナ温泉は、2009年のモーラコット台風により
壊滅的な被害を受けましたが、現在でも集落の下の方の山に囲まれた平坦な土地に住民たちが稲作を行っている様子を見ることができます。伝承によれば、トナ集落は穀米の故郷だとされています。穀米はこの土地から成長を始めたと言われているのです。中央山脈の高雄市と平等県の県境に位置するモリン国立風景区内は、ルカイ族が多く暮らすトナ地区の他にも、平等県の三地門地区、舞台地区、マカ地区など、台湾の先住民族が多く暮らす豊かな文化を有する地区を含んでいます。例えばモリン区の下三社系統のルカイ族、舞台の西ルカイ系統の人々、サンチモン号、マカ号のパイワン族、桃源区のプヌン族、ソー族の人々などです。台湾の先住民族の文化を理解するためには、モリン国立風景区は非常にふさわしい行き先となるでしょう。舞台に向かう際に通る三地門は他にはない美しさを持っています。緑豊かな山々や曲がりくねった清流、そしてパイワン族やルカイ族の特別な文化を持つ近隣で最大の山岳地域の自治体なのです。この地はもともとパイワン族の人々の言葉でスティモンと呼ばれており、清王朝時代に漢人たちが北から開墾にやってきた際にスワーディーモンと呼ばれるようになり、さらに日本統治時代には三地門となりました。国民政府の時代には三地号と呼ばれ、1992年8月に現在の三地門号となったのです。現在の正式な行政区分では平等県三地門号となっています。三地門号では大津の滝の美しさを堪能したり、サイカパラグライダークラブで大空を飛んだり、また集落の遺跡を訪れたりすることができます。台湾族の中心地でもある三地門を見た後は、台湾省道24号線で中央山脈の大武山の麓を走り、台湾の先住民族ルカイ族最大の自治体である平等県舞台号を訪れましょう。平等県舞台号にはブダイ、カバルライ、イラなどの集落があります。これらの集落でも山の斜面に沿って石板家屋を建てており、それぞれ独特な先住民族の文化を持っています。三地門から台湾省道24号線沿いに進むと、道は愛陵系に沿って中央山脈に入って行きます。愛陵系は台湾南部にある公平系の水系の一つであると同時に、公平系最大の支流でもあり、その長さは 69km、 流域面積は829平方キロメートルに及び、平等県北部と台東県西部の一部地域を流れる川です。上流部は愛陵北系となっており、最も遠い源流はオロウ系で、高雄、平東、台東、一市二県の県境近くの陽廃山西側から流れています。その後、
南に流れてババナバン系と合流した後、バユ系と名前を変え、西南に流れた後ブアン系と合流し、その後はアイリョウ北系となります。そして南に流れてハヨウ系、チャオゴラツ系などと合流した後、さらに流れは北西に向かい、上大部、下大部を経由して金茂山まで流れた後、今度は南に方向を変えます。その後カバルライ、イラ、タヤバヤバンなどの集落を経由して南に向かいます。その後アイリョウ南系と合流してアイリョウ系となり、北西に方向を変え、三地門から平等平野に入ります。その後テヤイヤキン、寒福、南下、新南などを流れ、最後に利口から老農系に注ぎます。モリン国立風景区のルカイ族の集落の中で最も奥まった場所にあるのがトナ集落です。この集落は地元の人々は小型版と発音しますが、日本統治時代には漢人たちの発音に習いトナと呼ばれていました。ここはルカイ族独自の伝統文化を色濃く残す集落なんです。この集落では粘板岩を切り出して作った石板、スレートを積み上げて作った伝統的な家屋を見ることができます。そしてこれらの伝統的な家屋は文化遺産にも指定されているんです。ルカイ族は台湾の先住民の中でも貴族階級を持っている民族で、頭目、貴族、平民と分かれています。ちなみにこれらの身分は世襲制になっていますが、男性は平民であっても才能と努力で上の地位を勝ち取ることができます。すなわち身分に関わらず、戦闘で敵の首を取ったり、狩猟で大きな獲物を獲得することで、長老による合議を経て有志の位置を得ることができるのです。トナ集落では門柱や壁に彼らの聖なる蛇百歩田が描かれていれば、その家屋の住民は貴族であるということの証です。トナ集落では11月に穀米祭が行われます。穀米とは殻が黒い色をしたもち米で、以前はルカイ族の主食として食べられていました。そしてこの穀米は言い伝えによると、神様がトナ集落の人々に与えてくれた米だということです。そして彼らの頭飾りもまた特別です。ルカイ族の人々は頭飾りに百合の花をつけます。女性がつける百合の花は純潔さを表し、男性がつける百合の花は勇敢な戦士であることを表します。一説によればイノシシを50頭倒した男性は百合の花を一つつけることができるという話もあります。集落の彫刻には百合の花を3つ載せている男性がいますが、彼はイノシシを150頭倒したことがあるということでしょうか。舞台に向かうには入山許可書が必要で、その申請は山徳管理所で行うことができます。平等県舞台港は中央山脈の地形の険しい場所にあり、平均標高は1000メートルを超えるため高地面積が非常に限られており、住民はそのほとんどが先住民族ルカイ族の人々です。また山岳地帯に属しているため雲に覆われることが多く、舞台という地名が付けられています。舞台地域に入る際、アイリョウ系にかかる国線大橋を渡ります。国線大橋の前身は1号橋で、ルカイ族のイラ集落に近いため一般的にはイラ橋と呼ばれていました。建設されたのは1972年で、当時は橋の幅は 4.7 メートル、全長は 53.5 メートルの舞台地区につながる主要な橋でした。
その1号橋は2009年8月、台風モーラコットが山岳地帯にもたらした2500ミリもの豪雨によって、愛良北系の河川が氾濫し、流れてきた大量の土砂により破壊されてしまいました。舞台地区はその結果交通が途絶え、陸の孤島となったのです。愛良北系の川幅は50メートルから一気に200メートルにまで広がり、川の両側にあった河岸段丘も川に埋もれてしまいました。台風モーラコット前後の愛良北系の様子を空から見てみると、小川から大きな河川になった様子がわかります。元の伊良橋は川床からの高さが15メートルしかありませんでしたが、流れてきた土砂は20メートルにも及んだため、橋全体が覆い尽くされてしまったのです。その後新たに設計された橋は、その長さが元々の54メートルから654メートルにまで伸ばされました。また車での通行の安全性を確保するため、新しい国線大橋は高さを上げたため、川から橋の道路面までの高さは99メートルになり、同時に橋の距離を140メートルに広げて、河川の流れをせき止めないように作られました。橋梁の構築法は井筒式の基礎に円形の橋脚を構築しており、ブレストレスコンクリートで作られた9つの橋脚のうち、河川内には1つしかない設計になっています。国線大橋はルカイ族の精神を象徴するユリの花と百歩田のデザインで設計されています。ユリの花はルカイ族の社会では神聖な地位を持ち、ルカイ族の人々にとって勇気と能力の象徴となっています。国線大橋は舞台郷伊良集落の入り口ともなっています。ここから舞台郷に入り、アデルの滝、バレン姫の集落遺跡、バユ湖などの観光スポットを訪れる際必ず通る道です。舞台郷は平等圏で最も地形の険しい自治体で、ルカイ族の人々が暮らす場所であり、豊富なルカイ文化や技術を有しており、石板家屋、織物工芸、石の彫刻芸術などがその代表です。舞台域内の坂道にある石板で作られた道路の横には多くの芸術作品があり、観光客がそれらを通してルカイ族の人々の工芸技術を見ることができるようになっています。伝承によれば、ルカイ族の人々は百歩田の末裔で、百歩田のデザインは祖先の霊の象徴であるため、住民たちは感謝と恐れを持ってそれらを祀っています。台湾は鉄道が島を一周ぐるっと走っており、電車に乗って台湾を一周することができます。そしてそのほとんどの部分は日本統治時代に建設が完成しており、すでに100年の歴史を持っています。しかし日本統治時代に建設できなかった部分が2カ所あるんです。それが中央山脈の北部地域と南部地域の山越えの路線です。中央山脈の北部地域は宜蘭県蘇澳から花蓮市までの部分で、ここは1980年に北回り線として開通しました。そして中央山脈の南部地域は台東市から平東県
棒梁までの部分で、ここは南回り線として1992年にようやく開業したんです。この南回り線の開業により台湾を一周する鉄道がついに完成したんですね。とはいえ、この南回り線は中央山脈の南部地域を横断して台湾の東西を結ぶため、その工事は非常に大変でした。日本統治時代にも平東から台東までを鉄道で結ぶ計画は持ち上がっていたのですが、地形が複雑で変化が激しいためについに建設することはできなかったのです。この区間の 80% はトンネルか高架橋です。さらにこの区間の山岳地帯は前人未到の地で、地質調査するにもそもそも道自体がありませんでした。この中央山脈を貫くトンネルは36にも及び、100キロにも持たない区間の建設に実に11年の期間を有したのです。そしてついに完成した台湾鉄道南回り線は非常に景色が美しい路線として人気を博しています。それではこの南回り線の沿線風景を台湾の西側から東側に向かって紹介しましょう。この区間は普通列車が非常に少なく、ほとんどが特急列車での運行になっているので、高尾駅や平東駅から乗る旅客が多いのですが、南回り線の路線起点は一応平東県の中部棒梁からとなっています。棒梁から南は台湾最南端に属する広春半島と呼ばれていますが、この地域は最南端まで中央山脈が続いているため平地が極めて少なく、東西両側とも海からすぐ山となっています。線路はまず広春半島西側の海と山脈の間を南下します。窓からは大海原を望めますが、これは台湾海峡です。そして海辺では海産物の養殖が大々的に行われており、タマカイというハタ科の魚や南洋アゴナシというスズキ科の魚が養殖されている池をたくさん見かけます。またもう少し先の某山はアップルマンゴーの一大産地であり、3月4月には延々と広がるマンゴー畑に花が咲き、5月6月にはマンゴーが実っている様子を車窓から見ることができます。棒山駅を越えると線路は中央山脈を横断するためのトンネルが続く区間となります。この区間は線路保守作業員の詰め所があるほか、一般旅客用の駅はありません。棒山の次の一般利用できる駅はなんと30キロ先の大部駅なので、この路線がいかに人里離れたところを走っているのかがわかりますね。大部駅は台東県に属するので、すでに中央山脈を越えて東側に来ました。そして大部駅からはまた大海原が広がります。この海は先ほどまでの台湾海峡ではなく太平洋です。天気が良ければ遠くに先住民族タオ族の人々が暮らす離島蘭州が見えるかもしれません。この広がる太平洋、遠くに黒潮が見え、幾層にもなった青い海が心を癒してくれること間違いなしでしょう。右側に太平洋、左側に迫り来る中央山脈の南部地域を見ながら北上すれば台東駅に到着です。さてこの路線で一番の見どころは、台湾の鉄道駅で一番の絶景が楽しめるタラ観光駅でしょう。日本統治時代に先住民族パイワン族の集落タタラ社があったことから名付けられたタラ観光駅は、非常に残念ながら利用客が少なく、2006年には全線通過駅となってしまいました。しかし駅のホームは残されており、目の前には太平洋が広がる絶景から、台湾の鉄道マニアの間では台湾で一番美しい駅として知られています。ホームにこそ入ることはできないものの、観光地となっており、地元の人々の屋台も立ち並び、休日には多くの人が訪れます。
駅のすぐ下を道路が走っているため秘境駅とは言い難いこの多良観光駅。しかし公共交通機関でのアクセスはバスのみであり、駅に行く唯一の方法がバスというのもまあシュールではありますが、目の前の太平洋と後ろ側の中央山脈南部地域のコントラストが素晴らしい駅なので非常におすすめです。舞台集落にある岩盤溝は地面にスレートを敷き詰めたルカイ族の文化にあふれている。この集落を訪れる際は見逃せないところです。スレートを敷き詰め陶器の壺を道しるべにしており、小道に沿った彫刻では多くの物語を再現しています。織物を織っている女性、風や霜などを顔に受けている集落の長老、力強く正気に満ちている狩猟の英雄、喜びながら成果を伝える狩人、こういったデザインの彫刻を見るときに、ルカイ族の人々の日常だけでなく、ルカイ族の芸術への造詣の深さも知ることができ、ルカイ族の文化に触れるのに良い場所です。岩盤溝の道路の柵や標識は陶器の壺で作られています。岩盤溝の下方にあるルカイ文物館は外観自体が一つの芸術作品であると言えます。これは地元の芸術家でもあるカラバシによってデザインされたもので、彼の父親バリアラン氏の協力のもと完成させたものです。外観の装飾からもルカイ族の伝統衣装や代表的なもの、そして精神の象徴が分かるようになっています。例えばキャッポダ、ユリの花、陶器の壺、トンボ玉などです。舞台集落はルカイ族の文化をよく保存してきており、ルカイ族の聖地とさえ見られています。1970年代より現在に至るまで舞台集落の環境は台湾の中でも特筆すべき清潔さを誇っています。この集落は台湾で最初かつ唯一、集落内で犬、豚などの家畜を飼育してはいけないという規則を持っている集落なのです。舞台協会もまた独特で、ルカイの文化と西洋の特徴を併せ持った美しい協会なのです。ここでは400人でミサを行うことができ、設計はバリアラン氏が担当したルカイ族の団結の精神を中心思想とした場所です。アーチ型の門や天地の彫刻は精巧で、教会内にはアジアで最も高いヒノキの十字架があり、その高さは8メートルに及びます。また時には山の霧に包まれるため天国にある教会という美名も得ています。この教会は住民が仕事を交代で行い、各人がそれぞれの長所を生かしながら3年の時間をかけて建設しました。舞台を訪れる際には異なる宗教のスタイルを感じてみてはいかがでしょうか。舞台で有名なのは愛玉ゼリーでしょう。ここで採れた愛玉子で作られるゼリーは弾力が強く、スプーンでないと切れないほどなのです。岩盤溝では地元の住民たちが編んで作ったカゴや木の道具で食材を潰している様子を見ることができますが、こういった伝統的な技法はもう他の場所では見ることが難しいでしょう。先住民族の料理するイノシシの焼肉料理も舞台集落で絶対に味わっておきたい食べ物です。長い時間をかけて炭でいぶして作られた新鮮な肉質で良い香りが漂う焼肉は訪れる人の胃袋をしっかりと掴んで離しません。舞台地区で外せないスポット、カバルライの滝は、
台湾省道24号線 39km 地点にあり、カバルライ集落から標識に沿って進めばすぐにたどり着けます。舞台号を俯瞰してみると、中央山脈の高い山々のまるで桃源郷のような景色が広がり、まるで別の国に来たかのような気になります。美味しい空気や静かな大自然に響く鳥のさえずりを聞けば、普段の悩みをすべて忘れさせてくれることでしょう。台湾北部から台湾を貫いてきた中央山脈、その南端を最後に紹介しましょう。中央山脈の最南端は同時に台湾の最南端でもあるガランピです。ガランピは台湾切手のリゾートエリアにある根堤国立公園の範囲に含まれており、そしてガランピより南はバシー海峡を挟んでフィリピンのルソン島となります。そしてこの地には台湾で最も明るい灯台があります。この場所はかつては先住民族のプユマ族とパイワン族によるスカロという封建制地方政権がありました。彼らは現在の広春地域の南側一帯をその領土としていたのです。そして19世紀末この地で国際情勢を揺るがす事件が起こったのです。この一帯の海岸はサンゴ礁が複雑に入り組んだ地形をしており、船で近づくには非常に危険な場所でした。そしてついに1867年にアメリカの商船がこの地で難破し、上陸したアメリカ籍の船長をはじめとする13人が先住民族の人々に侵略者とみなされ虐殺されてしまうローバー号事件が起きたのです。この事件はアメリカ、清王朝、そしてこの地を支配していたスカロ政権による複雑な国際事件へと発展してゆきました。そして最終的には清王朝は外国からの圧力を受け、先住民族の人々からガランピ一帯の土地を買い取る形でイギリスに灯台建設を委託、1883年に完成しました。現在の灯台は1962年に再建されたもので、現在台湾で一番明るく光る灯台となっています。天気が良い日には青い空と澄んだ海を背景に真っ白の美しい灯台が映え、素晴らしい風景を形作っています。最後にガランピのやや北、龍盤公園を紹介しましょう。龍盤公園は地殻変動からサンゴ石灰岩が隆起してできた高台で、台湾最南端からバシー海峡を一望できる素晴らしい場所です。また振り返ると今まで見てきた中央山脈の山々を望むことができます。ここまで来るとついに台湾の南の端に来たなという感慨深い思いに浸れるほか、さらに国境の南、東南アジアやフィリピンまでももうそう遠くないんだなと胸が躍るような気がします。まだ見ぬさらに南の土地を想像しながら、今回はここでお別れしましょう。また次回も台湾をテーマごとに紹介いたしますので、台湾旅手帳でお会いしましょう。バイバイ。We'll be right back.